ぜひ札幌してもまた忘れてしまった決めるか決めないか決めればプレーオフ外れれば谷原プロの優勝です、選手たちがみんな見守っております。いただきます。おめでとうございます。選手会場1年間お疲れ様でした。最後素晴らしい優秀の美でした。まさかまさか。また来年もよろしくお願いします。ありがとうございました。1年間ありがとうございました。ありがとうございました。さすが今年も、ダントツのヘアウェイキープ率1位で。ありがとうございます。来年はヘアウェイキープ率1位 80% 台を目指してよろしくお願いします。頑張ります。頑張ってください。頑張ります。今期は2勝か。今期は2勝です。はあ、さすがです。来期も頑張ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。また教えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。一年間お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ルーキー1年目で2勝。全試合フル参戦したわけではないですけど、賞金ランキングもね、かなり上位で、何よりドライビングディスタンス1位。300?300ヤードぐらい。300、もっとね。320、30ヤードいってるよ。ありがとうございます。またね、来期も活躍を期待します。ありがとうございます。よろしくお願いします。先輩のおかげです。ありがとうございました。お疲れ様でした。1年間、岩崎亜久美選手です。1年目にして賞金ランキングはまず約3位かな。よ、まあそんな感じで3位か4位。いやー、アグリとなんか賞金争いをずっとなんか行ったり来たりしたんでね。今年はまあ打倒三雲さんだったんでいやちょっと今年正直勝ててめちゃくちゃ嬉しいです。負けました。めちゃめちゃ、ね、めちゃめちゃ悔しいです。最後負けたから。おそらく多分3位で、まあ4位か5位だと思うんで、来年はまあもちろん目指すは1勝だと思いますけど、はい、いやぜひまた来年もよろしくお願いします、はい、来年はアグリに勝てるように頑張ります、はい、そしてまさみさん、はい、お疲れ様でした。どうもお疲れ様でしたお疲れ様でした。キャディー界で一番盛り上げた、はい、なんでちょけてるわけじゃないけど、はい、ね、はい、でもまさみさん根が真面目だからね、そう、来年も、はい、営業妨害が来年もよろしくお願いします、はい、インスタグラム、はい、はい、まさみ9494まさみ9494、はい、皆さんぜひ、はい、ツアーの結構裏を赤裸々に載せてるんで、皆さんぜひ、はい、半分アウトみたいな感じなんで、ね、はい、ギリギリアウトのやつがね、はい、来年もツアーの 裏、はい、裏情報お願いします、はい、どうも一年間ありがとうございました。お疲れ様でした。あの YouTube に使うかもわかんないこれが最終戦終わった舞台裏ですねですね、 JT カップ終わった舞台裏、いつもはだってすぐ帰りますもん ね、ここだけはちゃんと最後になんか業務しますよ ね、はい、主に石川亮君の帯同やってる佐藤義和キャディです。ビザ太平洋優勝おめでとうございました。視聴者さん、はい、キャディ目線の話ってめっちゃ面白いんですよ。龍三郎さんです、はい、岩田さんの、それこそ岩田さんなんて絶対喋んないからう、ね、こういう会話をめっちゃ欲しい、はい、でも俺もよくわかんない。岩田さんだって今年41ですか。41じゃない。しかも皆さんいくつに見えるかわかんない、龍三郎さんこう見えて49ですめちゃめちゃ若い。笑顔老人いやいやいや、プロキャディーさんってわかんないですよ僕は。選手のこのメンタルをいい時はまあいいけど、悪い時に盛り上げたりとか、これを常になんかバランスを取るのがプロキャディーさんかなと思ってるんですけど、すごいだってバランス取るの難しいじゃないですか岩田さん。そういう時はで、いい時は勝手にいいですよね。そうそう、もちろん。悪い時にどう盛り上げるんですか、あれを。あ、盛り上げる。二人で沈む。そういうんだ。同じ船に乗るってことね。二人で盛り上げるの本当にいいでしょ、キャディーが。はい。でも言うと、なるから、じゃあ俺も沈もうと思って。ああ、そういう感じなんですねでも岩田さんのその強みっていうのはどういうところですか。なんで技術でしょ。はい、技術、特に技術と体。朝のストレッチとかめちゃめちゃちゃんと入念にやりますよね。体はめちゃくちゃ意外とすごい、ゴルフに対してストイックっていうか真面目っていうかね、そういうところは岩田さんの口からは絶対に出てこないんで、はい、ちょっと龍三郎さんぜひ、いや、でも真面目というか、ゴルフには真面目だけど、はい、その自分のメンタルとしての技術がこう何やってもうまくいかないと、ああ、そうなんだ。技術的に
めちゃくちゃいいの撮れてるよ。めちゃくちゃいい。いや、なかなか岩田さんに喋れないですからね。そう、喋れないからね。ちなみに石川遼君はかなりスイング改造をして、僕見たんですよ。2019年、20年、合算して予選落ちゼロでした。でも、遼君をしばらく担いでますよね、吉川さん。遼君、まあ、スイングめちゃくちゃ変わったじゃないですか。こんな話、遼君には僕はできないですけど、昔、まあ、結構曲がるじゃないですか。曲がれば、まあ、キャディーさんとしては結構大変じゃないですか。まあ、林の中から、ね、出したりとか、あそこまでの距離を測ったりだとか、曲がんなくなりましたね。基本的にゴルフ場にいるね。そのホールにいる。マジ、うん、だって本当そうなんですよ。2020年、21年かな。てか、ミクもめちゃくちゃ見てるんですよ。見たら、予選落ちゼロで、すごいなと思った。データ男で、ここ最近はすごいグーってきてるし、だって、まあ、ANA オープン、まあ、大槻選手に負けちゃいましたけど、まあ、でもあれって9番、18番ホール、あれ手前3、4メーターぐらいなんて、もう一番最高なとこですよね。多分、そうね。ね、大槻のあれ、ガチャンってなったけど、入んなかった、もしかしたらワンチャンだったら、多分下に出てるかもしれないし、まあ、でもそこでちょっと亮君がね、あのコース、スポンサーさんがもちろん ANA とね、朝日でね、石川遼のための試合かと思うようなね、トーナメント、うわっ、すごいの来た、すごいの。あ、で、まあ、まあ、とりあえずあの、まあ、ビザ太平洋もおめでとうございます。ありがとうございました。また改めてこれ、ミクムチャンネルめちゃめちゃやってもらいたい。キャディですごいよ、だって石川遼君で、そして、はい、あ、お疲れ様です。そんなことは来ました来ました。あ、でも、あの、岩田さんがなかなかもう喋ってもらうの僕からしたら難しいんで、あ、6回にかかると6回、あ、でも半分出てる。岩田さんの、あの、キャディさんの龍三郎さんからちょっといろいろ岩田さんの強さのお話、このシーンもなかなかないよ。あとでちょっと本人に言われてしまうんで、ちょっとやめてきます。はい、大丈夫です。あ、今期、トーナメントが4勝ですね。で、日本オープンを抜き、まあ、4勝ですね。はい、岡本キャディーズ比嘉一貴賞金王のキャディー、おめでとうございます。今年1年間おめでとうございます。一貴が今年めちゃくちゃ強く、もう前半戦の時からもう賞金王になるなって思ってたんですけど、何がこんなに違うんですか、一貴。メンタル、気持ちだけ。でもそれをだってアシストするキャディーさんですからね。岡本さん。何このレアなやつ。いや、顔出したの。気持ちだけですか。気持ちも技術もだいぶ上がったんじゃないですか。ゴルフ的にはどこが強い、うまいですか。アイアンもまあ。アイアン。でも変な球出ないですもんね、一貴。カズキのそういうラウンド中に、メンタル的なところっていうのは、会話とかどういう会話するんですか。いや、あまり会話しないですよ。あ、しないですか。だって見ててわかる。いやいや、まあまあまあ、確かにそんなにしないです。キャディー界でね、賞金をキャディーって言ったらもうね、一番名誉なことですからね。しかもめちゃくちゃ稼いだ。しかもだってみんなね、ゴルフやってた子たちは結構プロキャディー目指したいっていう人もいるし、すごいわ。終わってからのこのロッカールームがいいですね。でも JT 特有ですね。ごめんなさい、記念にサインいただきたいんですけど、これみんな、お願いします。出た人しかもらえないじゃないですか、これは木下さんのサインですね。はい、俺が回してる。あ、お疲れ様でした。いや、すごいすごいすごい。これでも例えばこういう刺繍してるところに書いて、ここはダメ、名前はダメだよ。ここなんて一番リョウ君の。いいね。そうだよ。マジですか。リョウだって名前入ってるからサインいらない。やば。たまにあのギャラリーさんに、石川遼君のサインも書けますけどどうしますかって言ったら、流せないよ、そんなの。流せないよ。書いたことないですよ、もちろん書いたことないけど、これを最後にね、で最後にね、みんなでこれを書いてもらってメルカリに出すんです。あらららららら、出せません。売れそう。すいません。あれ服一緒。あれは、あれで大西海斗のキャディをやって初優勝、初キャディをして初優勝。ああ、そうなんですか。おお、すごい。おめでとう。持ってる、持ってる。今おめでとうって。このタイミングでおめでとう。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、お疲れ様。ありがとうございます。みんななかなか帰らないだね。32ハンダ出したキャディもいます。はい、大西海斗、富士サンケイクラシック優勝おめでとうございます。来年はコンフェリーも本やるもんね。はい、コンフェリー。それは頑張ってください。ありがとうございます。またちょっとあの海斗のクラブセッティングお願いします。お願いします。お疲れ様です。入口キャディーです。主にチャンキムのキャディーですね。あれ今週どうだったんですか。惜しいとこいますよね。今2位。結局11アンダー。おー、すごい。でもチャンキム今年日本ツアーに8試合、9試合、12ぐらいが行ったんですか。うん、でもそれで
6000、7000くらいで今7600万、すごいね、平均点が。カシオワールドオープン32アンダーおめでとうございます。カシオが半分以上稼いでます。すごい、すいません、ありがとうございます。いやいや、しかも入れ口キャディは、佐藤食品さん、はい、佐藤のご飯を一緒に同じのついてて、かつメンタルトレーナーのね、資格とかも取ったりして、こういってね、選手のメンタルを、ありがとうございます。さすがです。ちょっと教えてください、今度お願いします。何言ってた、ありがとうございます。はい、木下陽介さんのキャディジョンです。はい、すごい荷物ですね。はい、これで何キロぐらいあるんですか。今3キロくらい。大変だね。今もう外は多分16個くらい。嘘、はい、2つあるの。本当に、すごいな、プロゴルファーの。はい、片岡直之いました。はい、1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。今年はどんな感じですか。今年はなかなかショットが思うようにいかず、なかなか結構試行錯誤はしながら、 でもまあ JT カップ出場してね、はい、はい、ちょっと来季の意気込みお願いします。ちょっと来年はもっとショット上手くなって、来年こそは賞金を狙える位置で JT カップ出たいです。はい、はい、じゃあチーム佐藤職員なんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。髪の毛黒髪にしてどうしちゃったの。そうですね、ちょっと真面目キャラ、真面目キャラ、いやいやいや、はい、そういうことですね。来年もちょっとよろしくお願いします。またオフにちょっとぜひお手合わせお願いします。お願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。ゲンチャンネルのゲンジャーと、今平修吾です。よろしくお願いします。今期え、2人とも AB 型、あ、そうなの。AB 型で会うの。修吾は今年、2勝。何の試合だっけ。パナソニックゴルフパートナー。あ、パナソニックってゴルフパートナー。はあ、さすが。毎年必ず2勝ぐらいしてくるもんね、週5。ぜひちょっとあの、週5クラブセッティングまたお願いします。ちょっと、オフにも。週5、ぜひぜひ言うけど、全然やってるってか、あの、週5、ゴルフ場にいる時間短すぎ。朝さ、いつもさ、スタート前の、もう30分前ぐらいに来て、40分ぐらい、終わったらすぐだもんね。この割に加藤キャディはだいたい1時間半2時間ぐらい前からいるからね。あの人、いや、なんかこうやってラウンド終わってから、しかも最終日座って待ってるなんて、なかなか JT ぐらいしかないからね。みんなパパッと帰る中ね。じゃあお疲れ様でした。またちょっと来年も1年間よろしくお願いします。よろしくお願いします。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様でした。撮影者、はい、今堀川みくむチャンネルで、はい、ダントツの、再生回数を持っております。石川アイティオープンです。ありがとうございました。ANA オープン、優勝争いで、ちょっとプレーフ残念ながら ね、はい、あれ正直セカンドショットはどんな感じなんですか。だってついてめちゃくちゃいいとこですよね。もう入れる気満々でここで勝負決めてるぞと思ったら、大月さんが打って、はい、なんかめちゃくちゃいい感じだなと思ったら終わりました。まさか終わりました。でもそんな中、その後のビザ太平洋で、はいはい、星野陸也プロというあのプレーオフ、はい、いや素晴らしかったです。僕あの結構リョウ君のデータめちゃめちゃ見てて、2020と2021から予選落ちゼロなんですよ。そうなんですよ。いや、リョウ君のスイング改造がもうかなり完成度が増してると思うので、ちょっとあのその秘密の方もちょっとまた2023年でお願いします。機会があれば。はい、もうフォロワーの皆さんが許してもらえるなら。いや、もちろんです。めちゃめちゃ求めてます。いや、でもちょっと俺もミクムのいろんな考え方とかちょっと興味あるんで、はい、お願いします。ありがとうございます。またちょっといつか練習ラウンドよろしくお願いします。お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、1年間ありがとうございました。ありがとうございます。